はい、それではですね、本日はノースフェイスのスワローテールベントフーディーを1年間使ってみて良かった点悪かった点のお話をしていきたいなというふうに思います。こちらのジャケットがですね、まあそうなんですけど、僕が昨年のゴールデンウィークにこれ購入して、まあちょうど今で1年ぐらいっていう感じなんですけど、まあ、これを使ってみて、あ、ほんまにやっぱいいなっていうのと、まあ使ってみてから、うわ、これちょっと微妙やなっていうのがありますので、まあその辺を赤裸々にお話していきたいなと思います。で、今回はですね、友人から、2018年におそらく発売されていると思うスワローテールベントフーディーもお借りしているので、まあ、これも着用とかしながらお話していきたいなと思います。で、まずですね、良かった点一つ目っていうのはですね、これ順番に一番良かったと思うところからどんどん話していくので、良かったなと思うのはまずは軽量というところになってて、友人に借りているのが M サイズになってるんですけど、で、僕のこちらが L サイズっていう感じで、実際測ってる様子がありますので、そちらを見てもらいたいなと思います。はい、それでは友達からお借りしてる方を測っていきたいなと思います。電源入れて0で置きます。はい、111ということで大当たりです。そして次は僕のこのスワローテールベントフーディーをこのようにして入れていきます。これはジップなんですけど、これはボタンで止まってます。ではこっち置きます。 0g で125g です。ということで、まあ、こちらがですね、111のゾロ目で、100g ちょっとっていうことになってて、でこっちが 124g っていうことになってますので、まあ、これに関しては本当に 111g なので、まあ、他の重さで例えるとキュウリがちょうど同じ 110g ぐらいになってますので、まあ、もはやこれはキュウリジャケットというか、他にもパプリカとかも110g ぐらいになってますので、まあ、それと同じぐらいの軽さのジャケットとなってます。で、2番目に着ててよかったなっていうところはですね、2つ目が防風というところになってまして、こちらのジャケットはその先ほども言ったみたいに結構軽くて、まあ、言い方は悪いかもしれないんですけど、ペラペラな感じには見えるんですが、実際着てみると全然風が通らないので、まあ、例えば自転車であったりとか、あとまあランニングであったりしても、まあ、風を全然受けることがないので、まあ、温度調節っていう部分にはいいと思いますし、あとまあそういう運動しない方とかでも、例えば電車乗ってちょっと肌寒い時って、夏場とかでもあると思うんですけど、そういう時はこれをカバンの中に掘り込んどいて、でさっと羽織れば温度調節とかも結構簡単にできるので、そういう部分でこれはかなり重宝できるジャケットかなと思いますので、まあ、これから春夏秋ぐらいにかけて、まあ、温度調節が難しい時とかに、まあ、1着あれば使えたなっていうのが、まあ実際1年間使ってみた感じです。で、3つ目の良かったところっていうのはですね、これ実際着てて、うわ、めちゃくちゃ良かったっていう感じではないんですけど、今思えば確かにそれ良かったっていうところがですね、静電気が全く起こらないっていうことになってて、やっぱこういう長袖のものって、まあ、冬場は特に起こりやすいと思うんですけど、まあ、春夏秋に着てるからっていうのもありますが、もともと静電気や設計って言って、まあ、静電気が起こりにくい糸を使われてたりするので、まあ、それのおかげで長袖の上に着ようが半袖の上に着ようが静電気っていうのがほぼほぼ起こってないので、まあ、これも気軽に着れる要因というか、やっぱビシビシにあんまりなるともうちょっと着るのめんどくさいなってなると思うんですけど、まあ、これはそういうのがないので結構着やすかったかなと思います。そして4つ目がですね、まあ、これは撥水性っていうことになってて、まあ、これに関してはまあいいところではあるんですけど、そこまで重要視は僕はしてないんですけど、まあ、友人の方はやっぱり撥水性があるのはめっちゃ良かったっていうことで、まあ実際撥水性を見てもらいたいんですが、もう着用して両方とも1年以上経ってるんですが、まあ、撥水性が残ってるっていうことになってて、で、まあ、こんな感じでさらっと落ちる感じになってます。で、これはバンバン洗濯とかもしてるんですけど、それでも撥水性っていうのは残ってるので、まあ、こんな感じですね。で、まあ、普通の撥水性と違ってもともと落ちにくい撥水性を使ってるようなので、まあ、撥水性が残ってるっていうのも、まあ、良かったかなというふうに思いますが、まあ、もし仮に最悪撥水性はなくなってもスプレーとかで自分でつけれるので、まあ、そこまで重要度ではないかなと思うんですが、まあ、あって困る機能ではないので4つ目のいいところかなと思います。で、逆にですね、悪いところというか、まあ、ちょっとこれどうなんやろなっていうところがあったので、まあ、そこを2つあるのでお話していきたいなと思います。まず1つ目がですね、ベタつくっていうことになってて、よく公式の説明文とかではこの表面がデコボコしているので素肌、要は T シャツとかの上に着てもベタベタしませんっていうふうに書いてはあるんですけど、実際半袖の上でこれ着ちゃうと
まあ、結構ベタベタするなっていうか、やっぱこうじわっと汗とかかいてくるとひっついてる感じはあるので、まあ、どうしてもこれを着る際っていうのは半袖よりも、まあ、長袖とかの方がベタベタしづらいとは思うので、まあ、その辺はあの、まあ、公式の文には書いてるんですけど、ちょっとベタついたかなっていう印象はあります。で、二つ目っていうのがですね、これは強度になってて、まあ、先ほどいいところでも言ったんですが、軽量で、まあ、かなり薄く作られてるっていうのは薄く作られてるんですけど、その反面、やっぱり引っかかったりすると結構破れそうやなっていう印象はあるので、まあ、例えば金網とかもそうですし、まあ、それ以外の普段の日常生活であっても、例えば洗濯とか、でも、あのネットとかに入れとかないとちょっと怖いなっていう印象はあるので、まあ、その辺の強度っていうのは、まあ、軽量であるから仕方はないんですけど、まあ、ちょっと気になるので、まあ、あんまりその例えば作業着とかで着たりする場合とかは引っかかったりすると、まあ、破れる可能性は非常に高いんじゃないかなというふうに思います、はい、ということになっているので、まあ、僕は基本的にはまあ長袖とかの上に着て着用してるんですけど、まあ、いいとこも結構あったみたいに、あの持ち運びがめちゃくちゃ便利なので、まあ、折りたたんで収納できるっていうのもありますし、このジャケットに関してはですね、あの収納部分っていうのがですね、この腰のところからこう逆を向けて入れていく形、まあ、このようになってるんですけども、こちらのスワローテールベントフーディーも今年の2020年のモデルもそうで、基本的にはフードの中にポケットがあるので、まあ、ここに入れていくというような感じになるようです。はい、という感じになっておりますので、まあ、基本的にはこのフードに入れるタイプで、多分2020年もこのタイプやったと思うんですけど、まあ、こんな感じになってて、僕のモデルだけがちょっとランニングモデルになっているので、この腰のところに入れる感じなんですけど、まあ、こういうのように収納袋もあるので、結構簡単にカバンの中にポンって入れといて、で多少濡れててもこういうふうに中に入れちゃうので、カバンの中も濡れないですし、まあ、持ち運びは結構便利かなと思います。でサイズ感がですね、まあ、こっちが M サイズで、こっちが L サイズで、まあ、着用動画今から見てもらうんですが、まあ、特徴としては結構タイトめに作られてるって、まあ、印象はある方多いと思うんですけど、特に肩、横の肩幅とか身幅の部分が結構狭い感じで、まあ、逆に着丈とかは多少長くなっても、このゴムがあるので、サイズは例えばちょっと大きく上げすぎたなと思っても、まあ、ゴムがあるのでしっかり止まりますし、お腹周りとかもゴムがあるので、まあ、止まるので、極力できたらこの肩幅とかで合わせた方が、まあ、運動とか考えられてる方も多いと思うので、横で合わせると、まあ、サイズはいいんかなというふうに思います。はい、ということで最後は着用動画見てもらってお別れしたいなというふうに思います。はい、では先に言っておきたいなと思います。では見てもらってありがとうございました。Break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew.